トカツオのトカチャンネルーはーはーということでね、えー、すごいまた話ですよねあの5階級無敗制覇の,のフロイド・メウェザーねえ死、ー、がですよね、えー、井上チャンピオンのことを言ってるとあのレジェンドですよもう引退はしてますけどね50戦無敗というそれもウェルターまで、えー、スーパーウェルターまで上がったのかな。 えー、5階級前制覇そんなすごい男がねすごい選手だった人がこの小さい日本の、ね、中の井上チャンピオン小さいクラスではありますよその井上チャンピオンで評価をしてるいかにすごいかっていうことですよねその評価がですね、えー、ちょっと物議をかましてるという世界中でこの「えー、なんだこの!」っていう意見が飛び交ってるわけですねそれをちょっとあの話してみましょう。ままずは井上チャンンピオンのことをことう言ってますね 彼はクールボーイステフフルトンの相性とやって勝利を収めたでもフルトンはパンチがない選手だからねいいボクサーだけどと指摘さらに井上についてこう持論を語った井上はた確かにフィリピン人の選手と2回やっているよねドネアだ5階級制覇のドネアねまあこの初戦で彼は井上,井上を苦しめた それでこれは俺の勘違いじゃなければドネアはあの時にもうすでに40歳近かったはずだでも井上は20代だったその年齢差を考えれば彼は初戦でドネアを KO するべきだったって言ってますよねまあ確かにそれはそうかもしれないけどもこんな過去の話をふうあの引き出してくるっていうのはなんかちょっと変な気もしますけどね。俺が思うに 井上がパウンド・フォー・パウンドクロード・フォードより上とは思えないそれはない俺はどんな時も同胞の味方だあとはアメリカで、えー、尿,尿テストやランダムの尿テストや採血テストを受けた上でこっちで、えー、戦ってほしいそしたら,認め,ら認めるみたいなことを言ってますね。 いやもうでもすでにアメリカでも、ね、ラスバガスでもやってますしいま、えー、だにこの <laughs> 採血や尿検査をしてほしいというのはス,トレステロイドで尿泳チャンピオンはあのパワーをつけ作っているという言い方にも聞こえますよねでもちゃんと海外でも、えー、試合もやってるしグローブ、ね、試合の後にいやいや、なんかグローブに仕込んでるだろうあんな強いパンチ受けたことない。 その場でグロープを外したたら何もなかったいやすごいチャンピオンだありがとうそうやって言ってくれだからちゃんとチェックもしてるわけですよねそれを今更メインウェーザーがこう言うっていうのはまあこれは私の持論ですけどね考えですけどもこれはメインウェーザーすごいスーパーチャンピオンまあレジェンドの中のレジェンド、まあ、ボクシング界でも一番と言われてる人がなんかジェラシーに聞こえるんですよね。井上チャンンピオン たかがい,やいや、な小さいクラスのって言えばまあそ,れですそれはそれです終わってるかもしれないけどももうラ、ライバルルしてますよね、俺は50戦無敗、この男は今、4階級無敗で上がってきてる、それも KO の連続で、待てよ、これ次、5階級目、フェザーでいや、できそうだな、6階級目、スーパーフェザーできそうだな、えっ、ー、これは俺、やばいな。 まあこれは私の自分ですけどね、ここで抜かれたら俺は食っていけないぞと、50戦無敗が無駄になると、マジで50戦無敗ですけども、えー、5階級制覇したときは、5階級、このままいけば、イノエチャンピオンはもしかすると、メイウェイザーよりも早く5階級無敗制覇できるかもしれない、まあ、そんな恐怖がメイウェイザーに芽生えてるんじゃないかと、そうでなければ、こんなゼラシーっぽい言い方はしないなと思うんですけどね。 でえー、まあそうやってあこっちの海外でやってほしいっていう意見もあるし、えー、彼は私の技をあの見習って使ってるんだと言ってるけどもなんかどん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 強くなってる井上チャンピオンに対してやはりどっかに恐怖を感じてるなというこの話ぶりはそうですよね。それぐらいいすすごいってことこですよだっていきなりもう俺の一番その気に入ってる デイビスってもうすでに3階級上ですよそれも無敗のスーパーチャンピオンですよ28戦28勝26強ぐらいのすごいチャンピオンこのチャンピオンに対していきなりやれよっていうぐらいだからもうだってもうすでにスフェザースーパーフェザーを飛び越えてるということはもうすでに6階級はできるとメイウェザーは認めてるんですねこれねそして7階級目のスーパーチャンピオンのデイビスとやってみろと。 キャッチウェイトでもいい,いやそこまで話飛びすぎじゃないかと私は思うんですけども、まあ、それぐらいフェザーにとスーパーフェザーには昔のスーパーチャンピオンたちがいた頃の名前のあるボクサーは確かにいないかもしれないだからすでにあこれは6階級を制覇して俺の記録を塗り替えて俺の位置がなくなるっていう、まあ、これは私の知論ですけどもなんかそう聞こえるんですよねあのスーパーパチャンンピオンがもっと貫禄を出してね いいやー井上は俺を超えるだろうう頑張っっててくれよならかっこいいなと思うんだけどいやー採血してみろ尿検査もしてみろラスベガスやってみろそうじゃなきゃお前信用しないぞみたいなことを言ってるっていうのはちょっとなんか寂しいような気もしますよねあれだけのスーパーチャンピオンですからね何百億もも,もらった一試合300億ももらった男が言う話ではないんじゃないかとまあちょっと思ったんですよね。でもそれぐらい井上チャンンピオンが上がってると いうことですよもうすでに6階級は確実に来るんじゃないか無敗制覇で来るだろうという読みですよねメイウェザーのその上でデイビスとキャッチウェイトでもいいからやってみろと、まあ、確かに今デイビスとやったら体重差も全然違うから体作るまでに5年10年でかかりますよねそれは確かにもう無茶なことですよね えー、あのスーパープロモーターのボブ・アナンも言ってますよ、ね、そんな馬鹿げたことを言うんじゃないといきなり7階級、3階級も上の選手でやるのはおかしいだろって言ってますよ、それぐらい私にはジ、ま、ェ、あ、ラシーに聞こえるんですけども、まあ、井上チャンピオンが確かにこれから脅威を持ってみんながね、あれだけのスーパースターたちがみんな、井上チャンピオンを知ってるっていうのはすごいですよね、で勉強してきてるっていう。 そうですよねあのメイウェザーがね自分と比較対象にしてるんですよメイウェザーと同じ位置に井上チャンピオンが上がると思ってるいやもしかすると井上チャンピオンは俺を超えるというイメージがあるんでしょうねすごくこのインタビュー聞いてるとそう思いますまあ5階級無敗戦覇した時にはメイウェザーなんて言うんでしょうこれその時見たいですねメイウェザーが何を言うか。 俺は慌て50戦無敗を抜こうのはた大変確かに大変ですよね。これは難しいかもしれない年齢,年齢的にもいくつになるか分からない、えー、まして強いのとばっかりやってますからねそういう意味では50戦無敗はまあ難しいかもしれないけども5階級無敗制覇というのは可能性大ですよね先生慶応率も9割近いんですからメイウェイザーより上ということで比べられたらこれメイウェイザー負けますよね。 そういう意味では、米沢、こう、阻止するために、なんか考えるかもしれませんね。うんえー、これ、をまだまだ楽しみですね。あこれ、もう、人間模様が、なんか、どん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 、ね、世界のあんなすごい人、人たちの人間模様が見れるって。これ、井上チャンピオンのおかげですよ。これからも頑張ってください。楽しみにしてますよ。井上チャンピオン、さすがだ。